ゆっくり楽しもう。うん。え？じーっとしてても。なんで僕が映ってるの？ならねえ。どういうこと？ドンシャインが見たいのに。まあそれもそうだけど、これも面白そうじゃん。陸がフュージョンライズするウルトラマンだ。悪のウルトラマン、ウルトラマンベリアルの遺伝子を持つという過酷な運命に抗いながら地球の平和のために戦う。俺の呪縛からどうやって抜け出した？僕には仲間がいたからだ。レッキングバースト。他のウルトラマンの力を宿す2つのウルトラカプセルを組み合わせ、それぞれの能力に特化した形態へとフュージョンライズでき、ソリッドバーニング、硬い装甲と怪力を持つ。ストライクブレスト。アクロスマッシャー。アクロスマッシャー。地球のクロスピードを生かした戦闘が特徴。マグニフィセント。強力な超能力と戦闘力を誇る。ロイヤルメガマスター。善と悪を超越した奇跡の力を発揮する。あんな風に僕たちのかっこいい活躍が映ってるとなんか照れちゃうよね。だけどドンシャインも見たいな。いいじゃん、僕らの活躍かっこよく映ってたんだから。僕は全く映ってなかった気がするんだけど。よいしょ。え、どこ行くの？ちょっとドンシャインがどうなっているのか聞いてくるよ。てか何か始まっちゃう。そうか、今度こそドンシャインかな。もしかしたらまた僕のかっこいい戦いかも。
ウルトラマン銀河。ライドウ光がウルトライブするウルトラマン。遥か未来からやってきた様々な謎を秘めたウルトラマンだ。スパークドールズと一体化することで変身ウルトライブする。銀河からシュート。今こそ一つになる時。ウルトラマンタロウ、銀河に力を。銀河ストリューム。ウルトラマンタロウの意志が宿るストリウムブレスにより、ウルトラマン銀河ストリウムへとパワーアップすることができる。銀河ストリウムはタロウをはじめとしたウルトラ6兄弟の技を使うことができる。俺たちは二人、それが俺たちのアドバンテージだ。オッケー、勝つに。守らなきゃ全部宝物。地獄の声が聞こえる。重なり合えばきっと行ける。乗り越えろ、どんな戦いだって。行くぞみんな、ブラックボールが吹き荒れるぜ。行こう大地、 X、 ユナイトだ。行くぜ銀河、手加減なしだぜ。行くぞ、これで決める。俺たちは戦う。ウルトラマンを信じてくれるみんながいる限り。ウルトラヒーローズエキスポ2019、これは俺たち兄弟の最後の物語だ。ウルトラマンルーブ、お色に染め上げろ。ルーブクリスタルをセット。レバーを引いて変身だ。デラックスルーブジャイロ、マコトクリスタルも。最強の武器ルーブコイン。高め究極の力、極みクリスタルと連動。2つの最強技を解き放て。デラックスルーブコイン。究極の力が今ここに。極みクリスタル、ルーブジャイロにセットして変身だ。ウルトラルーブ、さらにルーブ降臨と連動。2つの必殺技を繰り出せ。デラックス極みクリスタル。これ以上お前らの好きにはさせない。ウルトライブ、ウルトラマンビクトリー、ビクトリー、ビクトリー。ウルトラマンビクトリー。指定の民であるショーがスパークドールズでウルトライブするウルトラマンだ。指定に眠るエネルギービクトリウムと地球の平和を守るために戦う。
当初はウルトラマン銀河と対立したが、次第に友情を育んでいく。ビクトリアムスラッシュ。行くぞ、ウルトラン EX レッドキングナックル。スパークドールズとなった怪獣たちの能力を右手に宿すウルトランスという能力を持っている。スパークドールズをリードして変身するウルトラマン、面白いね。ウルトライブって言ってたね。怪獣の力も自由に使えるなんてすごい能力だな、ウルトライブ。こうやってウルトラマン見るのも楽しいよね。でもドンシャインがどうなっているのかも気になる。うん、やっぱりロビーに行って聞いてみるよ。ただいまポップコーンが出来たてです。お腹が減ってしおしおのパーという方はぜひロビー売店までお越しください。しおしおのパーのポップコーンって塩味ということなのかな。なんか変だね。確かにこの映画館どことなくなんとなく変な感じなんだよな。ペガ、ペガ、出来たてポップコーンを買ってこようと思って。今からもう始まるんじゃないの。ちょっと始まっユナイトだ、X。よし、行くぞ。ウルトラマン X とユナイト、X だ。X、ユナイテッド。ウルトラマン X、 大空ダイスとユナイトすることで実体化するウルトラマン。宇宙の平和を守る光の巨人だが、肉体を失っており、その魂をエクスデバイザーに宿している。エクスクスッ。怪獣の能力を解析したサイバーカードによってモンスターアーマーという鎧を生み出してまとい、怪獣たちの能力を使うことができる。ゴモラ神殿派ゴモラアーマー、エレキングアーマーの他にも敵の攻撃を吸収して打ち返すことができるベムスターアーマーやサイバーベムスターアーマー、アクティブ、
ゼットンの強力な超能力を発揮できるゼットンアーマーなどがある。サイバーゼットンアーマーアクティブ。また他のウルトラマンのサイバーアーマーも使うことができる。よくここまで来られたな。2万年も待ってられないんだね。ザラビウム光線。ゼロってあんなところでも別のウルトラマンと戦ってたんだな。それにあの鎧、僕も着てみたいな。モンスアーマーって言ってたね。ペガ戻ってたの。うん、ポップコーン買ったからリクも食べてもいいよ。おー、気が利く。いただき。あ、そうそう、これ買った時の店員さんちょっと面白い人だったんだよ。一緒に見に行ってみない？今？リクにも見てほしいんだよ。行こう行こう。あ、ダメだ、始まっちゃう。俺の名はオーブ。ウルトラマンオーブ。ウルトラマンオーブ。紅ガイが変身するウルトラマン。おっしゃ。光の力お借りします。2枚のウルトラフュージョンカードを使うことで別々のウルトラマンの能力が組み合わさった姿にフュージョンアップすることができる。ウルトラマンオーブスペシウムテペリオン。闇を照らして悪を打つ。スペシウムゼペリオン。ウルトラマンとウルトラマンティガの能力を合わせ持つ。心で感じてみろ。未来への足音。希望へ。紅に燃えるぜ。バーンマイト。ウルトラマン太郎とウルトラマンメビウスの能力を合わせ持つ炎の形態。光を超えて闇を切る。ハリケーンスラッシュ。ウルトラマンジャックとウルトラマンゼロの能力を合わせ持つスピード形態。トライデントスラッシュ。光となる。サンダーブレスター。ゾフィーとウルトラマンベリアルという光と闇の能力を合わせ持った強力な形態。そしてオーブオリジン。紅ガイは本来の姿であるオーブオリジンへの変身能力を失っていたが、強大すぎる力への恐れを乗り越え取り戻していく。オーブスプリームカリババンダイナムコ。カツに俺たちの活躍がブルーレイで見られるらしいぜ。イサミ、それに豪華特典もついてくるらしいぞ。これは手に入れるっきゃないな。カツに、ウルトラマンルーブブルーレイ好評発売中。俺色に染め上げろルーブ。ウルトラマンライブピースオブジアーツ。歌とバトルの白熱のステージ。最新最強ヒーローをみんなで応援しよう。ウルトラマンライブで検索。俺の師匠ウルトラマンレオがブルーレイになって登場だ。さすが師匠、すげえ特訓だぜ。ウルトラマンレオブルーレイボックス好評発売中。
日米合作アニメ作品ウルトラマン USA ブルーレイ発売決定。35ミリネガフィルムより HD 化、さらに通常の日本語吹き替え版に加えて英語版も初収録。ウルトラマン USA 好評発売中。すごいな、ガイさん、オーブスプリウムカリバーでゼッパンガのこと一発で倒しちゃうなんて。光の力お借りします。でかっこいいよね。僕のポップコーン、すっからかん。ひどい、ウリくん、なけなしのお小遣いで買ったのに。塩塩のパー。塩塩のって何それ。こういう時に使うらしいよ。とにかくリク、僕の分まで食べちゃったんだから、今度はリクが買ってきてよ。そんなこと言ったって僕だってすっからかんだし。僕だってアルバイトしたお金でポップコーン買ったんだからね。あ、そうだ、アルバイト。え、ごめん、てか僕今から銀河マーケットに行かなきゃ。え、急に。時給が下がっちゃどうにもならねえ。向かうぜバイト。よし、遅刻遅刻。あの、チートって、そんな、待ってよリク。湊克実と湊勇が変身する兄弟ウルトラマンだ。クロススラッガー。戦いに不慣れな2人だったが、さまざまな戦いを乗り越え、たくましく成長していく。今だ、フレイム、アクア、ハイブリッドシュート。セレクト。火、水、風、土などさまざまな属性を持ったルーブクリスタルを使い分けることで、それぞれの能力に特化した姿に変身できる。セレクト、グランドコーティー。バトンを極み、本気の宇宙。極みクリスタルを使うことでウルトラマンルーブへと合体変身することができるのだ。ルーブ降臨。そうそう、君だよ。はわわ、答えた。今からそっちに行くので席に着いたまま待っててほしいです。お知らせがあります。え、お知らせ。ドンシャインのことかな。あ、え、なんだ。Hmm.
こんにちは。こんにちは。僕はウルトラマン専門の映画館ブースカ劇場のブースカ。僕はペガです。ところでお知らせって？それはですね、このブースカ劇場で一緒に働いてくれる人を探してるんだけど、どう？え、何かと思ったらいきなりアルバイト？お客さんのいない時にはウルトラマンの映画がたくさん見られるよ。アルバイトしながらウルトラマンの勉強もできちゃうっていうのも面白そうだな。じゃあ決まりだ。バラサバラサ。何それ？嬉しい時はこうしながらバラサバラサって言うんだよ。そうなんだね。バラサ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 。うまいうまい。こうしてブースカが支配人を務めるブースカ劇場でペガは働くことになったのだった。これからそういえばドンシャインは一体いつになったら始まるの？ウルトラマンの主題歌を収録したヒットソングヒストリー最新作が登場。ここでしか見れないドラマパートも収録されるぜ。ウルトラマンヒットソングヒストリーニュージェネレーション編好評発売中。君もお家で一緒に歌おうぜ。ウルトラマンフュージョンホワイト、君のカードで染め上げろ。行くぞイサミ。オッケー、決めるぜ。俺たちの必殺技ウルトラマンフュージョンホワイト、ブームの絆。まとうは火、グレンの炎。まとうは水、コンペリーの海。つぶらやプロダクション LSS 監修、本物そっくりで自由に動く大人のためのアクションフィギュアシリーズ、 SH フィギュアーズウルトラマンループ始めます。シリーズ続々。お話は太陽の異常爆発によって眠っていた怪獣が現れたんだ。これを阻止するにはどうすればいいの？行け X。 次回ウルトラマンニュージェネレーションクロニクル、ユナイト星空の声。バラサバラサ。君の夢は何だ？久しぶりだな、カツニ。お礼に染め上げろ。君、ウルトラマンなのか？君たち。私はウルトラマントレニア。君の願いを叶えにやってきた。踏み潰せ。お前が黒幕か。君はウルトラマンか、ミナとカツニか。カツニも自分の夢叶えてよ。家族の絆はもっと大きいものなんです。愚かな人間どもだ。この声が聞こえないのか？決して絆を諦めるな。お色に染め上げろ。君たちの言う絆は簡単に壊れる。痛み。劇場版ウルトラマンルーブセレクト絆のクリスタル。絆を諦めない、それが家族。クリスタルを手に入れろ。みんな、こんにちは。いつも応援ありがとう。みなとかつみです。みなといさみです。みんなの声、いつも届いてるよ。ありがとう。いよいよ12月29日から、ウルトラヒーローズエキスポが開幕するぞ。かつに、俺、そして朝日も、毎日みんなと会えることを楽しみにしてます。うん、じゃあ、いさみ、早速、みんなに、エキスポの見どころちゃんと言えるか？言えるよ。お、言ってみ。ステージでしょ？デパート。それから謎ラリーいいでしょ。それから詳しくはホームページをチェックしてね。ずるかつに。年末年始は東京ドームシティで。せーの、エキスポに染まれ。待ってるよ。バトンは火、グレンの炎。バトンは水、コンペキの海。ウルトラヒーローズエキスポ2019。決して絆を諦めずに、
エキスポに染まれ。東京ドームシティ。